やはり提示された売上のところですよね。基本フランチャイズ本部って絶対売上提示しますよね。売上と収支って大体提示するので、まあそこの相談に乗ってそこの見極める方法をお伝えするっていうところが一番多いんですね。そうでしょうね。そこの再現性があるかないかが大きくないですか？大きいと思いますね。やっぱり事業としてやるわけだから、好きな仕事をやりたいっていうのが分かるんですよね。だからまあ今さっき中尾さんが言ったように、収益が続かないと長くその事業も続かないし、やりたいことも長くできないし、結局ハッピーにならないと思うんで、ここがやっぱり一番抑えるところ、再現できるのかどうかってことですか。ちなみにフランチャイズの説明会に川上さんが行かれてですね、そこの本部の方から売上のモデルを提示されましたと。その時にズバッと一言二言質問をするとしたら何ですか？モデルが出てくるじゃないですか、はい、これはどこの直営の数字を参考に作ったものなんですかっていうふうな話を聞くと思います。まあその要は売上モデルの根拠を聞くってことですよね。これは何の数値ですかっていうことですよね、うん、ありがとうございます。これはぜひ加盟検討の方もですね、いろんなフランチャイズの説明会行かれると思うんですけど、その際に提示されたこの売上、何の根拠でこの数字が出てきたのかというところを確認するといいっていうことですね。はい、ありがとうございます。これ私も本当そう思うんです、うん、最近だと私たちもペンギンベーカリーさん、はい、あとはまあ仙台の唐揚げの唐揚げの匠さんですよね、はい、のフランチャイズ加盟開発のお手伝いをさせていただく中で、同業の飲食業の説明会とかちょっと聞いたりとか、資料を見たりすることが多くてですね、飲食の場合って割と提示された売上モデルって既存店のものですって出してきたりするんですけど、そもそもそれ何ヶ月目なの、何ヶ月目の売り上げなのっていうところも結構聞くといいですよね、うんうん、そうですね。まあ、業態によっては初月はものすごく売り上げが立つけど、はい、2年目3年目になってくるとかなりやっぱちっちゃくなる売り上げがっていうのもやっぱりあるので、そういったこの数字はいつの数字なのか、本当にこの数字が再現できるのかっていうのがやっぱりね、完全に鵜呑みにする必要ないと思ってて、そこがやっぱり非常にポイントだと思いますね。じゃあどういう立地のところの売上なのかとか、そういうのも大事でしょうし、何名ぐらいでやってるのかとかいうのも大事でしょうし、だからそういった部分でいうと、そこをいろんな角度から検証する必要があるんじゃないかなと思いますよね。割と飲食とかはオープンケーキで最初いいですもんね。いや、いいとこいいですよね。開業初月の売上をバーンと提示されて、わあすごいなと思ったとしても、じゃあそれが半年後1年後にその売上利益が出るのかどうかっていうところですよね、うん、そこも確認された方がいいと思いますし、また逆に金沢屋と家工房のようなお店を持たない商売ってありますよね、はいはい、その場合は飲食と逆でオープンケーキってないですもんね。ないですね。金沢屋はオープンした時にめちゃくちゃ忙しいって店舗がたまにありますからね。そうですよね、うん、たまにありますそれでもういやそんなにできないっていうようなオーナーもいるから逆にね、暇でそうなるよりはいいけど、まあ飲食が特に多いですよね。でもね、まあ、逆に無店舗型のこういうサービス系のフランチャイズだと最初はそんなに良くない、はい、もちろん店舗構えてお客さんが来るわけじゃありませんから、チラシを配ったりとか地道な営業活動からスタートして売り上げが徐々にこう上がっていくっていうモデルがいわゆるサービス系のフランチャイズですよね、はい、ですので実は私たちこのひとすけチャンネルでは開業初月の売り上げも公開してるんですよ。これ結構いいですよね、はい、開業すごいね。全店分、そうなんだ。このチャンネルで全店分のオープンした加盟店さんの1ヶ月目、はい、まあ、実質その1ヶ月目って20日に開業したら10日しかないじゃないですか、うんうん、だからまあ開業した2ヶ月目が実質初月だと思ってて、そこの全店分の売り上げを公開させていただいてます。そこは割と安心材料ですね。そうですね、すごいね、素晴らしいですね。本当に川上さんがおっしゃったようにフランチャイズに加盟をして相談してアドバイスはしたいけど失敗されてもやっぱり良くないですもんね。ですのでこのフランチャイズに関しては適正な情報公開がすごく私は大事だと思ってるんですけど。そうですね、その通りだと思います。じゃあまずは売上モデルを提示されたらその根拠を聞きなさいっていうことですよね。これがまず一つ目ですよね、はいはい、あと他に説明会でここ聞いた方がいいですよっていうポイントがあれば教えてください。全てやっぱ売上に紐づく部分ではあると思うんですけど、実際にお客さんを集めるノウハウがをどれだけその本部が持ってるのかっていうのをやっぱりしっかり聞かれた方がいいでしょうね。新規のお客様を獲得するためのノウハウとして何を持ってるのか、まあ、ウェブで集客するんだったらウェブの集客のノウハウを持ってて、実際じゃあ過去何店舗開業した時にこういうふうにこれぐらい投下したらこれぐらいの件数のお客さんが来てますよというようなですね、ことをちゃんと答えられる本部なのかどうか
ですね、あとはその後のサービスにもよってくるんでしょうけど、リピートの売り上げだったりとかいうのを作っていくためのノウハウを、具体的に本部が何を持っているのかっていうのをしっかり聞かれた方がいいと思いますね。お金を払っていればフランチャイズに加盟をしていくわけですから、自分でノウハウを作っていくっていうよりもノウハウをやっぱり買ってる形になると思いますので、本当にこのノウハウあるなと、でいろんな加盟店さんも再現してるなっていうのが分かるっていうのは非常に大事だと思いますから、そこの集客の部分のノウハウをちゃんと持ってるのか持ってないのかっていうのは皆さんがしっかり検証された方がいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。青木さんおっしゃったように最初の集客の部分ってすごく大事で、ここでまずつまずくケースって多いですもんね。多いと思いますよ。最初のこの集客のところがまずしっかりできるノウハウがあるかどうかっていうところを確認してくださいっていうことですよね、はい、これはやはり数値があればあるに越したことはないですよね。そうだと思いますよ。先ほどの初月の売上公開しますっていうふうにっていうのは、それだけ最初の初月から売上を上げるだけのノウハウがなかったらできないことだと思うので、やっぱ自信があるからできてることだと思うんですよね。そういうことがじゃあどこでもできるかっていうのはできないと思うので、そこをしっかり確認するっていうのが大事だと思いますね。はい、まあ、集客ができてサービスを提供したとしても、それが継続するものでなければ長続きしないですもんね。そうですね。ですから、まあ、リピートにつなげていくような仕組みノウハウがあるのかどうか、まあ、このあたりも確認されると良いということですね、はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。